きつきおーちゃん。はい、どうも、おーちゃんです。よろしくお願いいたします。ではでは、噛みつきおーちゃんということですね。まあ、今回取り上げる話題なんですけれども、珍しいかもわからないです。今日はですね、ちょっと中国の話題ですね。ちょっと面白いなと、おーちゃんは、お、やれやれと思った記事見つけちゃったのでご紹介したいと思います。はい、じゃあ中国で何が起きたのか、はい、何が起きていたのか、はい、ご紹介したいと思います。よいしょ。はい、こちらの記事ですね。中国、人権の話題が出てくると爆発。面前で直撃弾飛ばした、ドイツですね。ドイツの女性外務省ですね。外務大臣ですね。外相ということです。はい。何が起きたのでしょうか。はい。ではちょっと痛快なニュースご紹介したいと思います。中国を訪れたドイツの、アナレーナ・ベアボック外相が台湾、43歳、若いですね、台湾、人権、ウクライナなど中国にとって敏感な懸案について堂々と主張し、中国側との、意見ですね、意見を隠さなかった、まあ、意見が食い違うと、中国の言ってることと違うことを言ってるってことですね、はい、公式の、席上で中国内の人権制限を、憂慮するという言葉まで使ったとなるほどね、うん、中国人のね、その要人たちを前に、お前らのちょっと人権制度についてちょっと物申すと、うん、あれよくねえなと、うん、気になってんだけどっていうことを吹っかけたってことですね、いいですね、いいですね、やれやれ。これによって中国側の、カウンターパートとまあその場にいた人たちね、舌戦を彷彿とさせるほどの場面も登場したと。これに先立ち中国を国賓訪問した、後、台湾は事実上自分たちの問題ではないという趣旨の発言で波紋を広げたフランスのマクロン大統領とは対照的だと。はい、マクロン大統領ね、ちょっとね、話題にはしてなかったんですけれども、まあ、ダサかったね、うん、なこれが大統領かっていう、完全に犬でしたね。はい、まあ表現悪いんでね、このぐらいにしときますけども、続けます。ベアボック外相はドイツの信号灯、社会民主党が赤、自由民主党が黄色、緑の党が緑、うん、連立政府で緑の党を代表する政治家で、価値中心、外交を志向し強硬な対中国ロシア外交を主導する人物だと。なるほど、強硬派であると。うん、中国は、13日から15日に訪中したベアボック外相を天津で、政治局委員である、これはこの人の名前が難しかったんだね、はい、陳敏次さん、はい、陳敏次さんです、書記が迎え入れたと、うん、カウンターパートである、新吾部長ですね、新さんですね、部長は北京まで高速鉄道に同乗し、すごい好待遇ですね、外交責任者である政治局員の、王毅主任はもちろん、韓正国家副主席まで、面会しベアボック外相を厚遇したと。はい、まあ、ものすごい手厚い、歓迎だったということなんですね、はい、皆さんがずっと接待しているような感じですね。ベアボック外相、台湾の一方的変更受け入れられないと、うん、いいですね。ベアボック外相の強気のメッセージは14日、秦剛部長と、北京で会談後に開かれた記者会見で公開された。ロイターが報じた映像で、ベアボック外相は台湾問題の、敏感性を、理解しているので、我々は一つの中国政策を、固く支持しているが、まあ、それはですね、は理解していると。葛藤は平和的に解決されるべきだと。うん、とし、一方的に武力を使った現状変更は欧州人にとって受け入れがたいと釘を刺したと。はい、武力を、動員した現状変更表現は、西欧外交界で中国の、強圧強圧的な、台湾圧迫を、批判する場合に使用されると。はい、まあ、何を言ってるかというのは、まあ、中国はですね、台湾に対して今、まあ、武力を行使してるわけですよね、戦闘機飛ばしたり潜水艦で潜ってね、威嚇したりとかいうことをしてるわけですね。それそのものっていうのは、まあ、これ明らかに今ウクライナとロシアで、争いが起きてます、はい、でヨーロッパ西側の方としてはその武力を行使したものっていうのは良くないだろうと、まあ、今ね西側でも手焼いてるところだしって。で別に中国が、一つのね中国っていうその政策を、言ってるのは別にそれは支持しますよと。ただその解決の方法っていうものが良くねえよということをはっきりと言ったわけですね。うん、秦剛部長、海外勢力が台湾分裂させると、ムムムと。秦剛部長はこれに対して、近年に入り台湾海峡情勢の緊張の根本原因は、党内の台湾独立分子、まあそれを掲げている人たちですね、
が、海外勢力の支持と操縦の下で分裂活動に頼ったためとしながら、台湾海峡情勢の安定と地域内の平和安寧を守るためには、これは岸か、岸を鮮明に台湾独立に反対するべきと要求したと。うん、なるほどね。まあ、中国の方としては、まあ、それはですね、まあ、独立するって言ってる AAO としている人たちを、海外の人たちがやれやれと、うん、よしよしと、うん、頑張れ頑張れというふうに指示していることが問題なんだということを言ってるわけですね。はい、続けます。ベアボック外相はロシアのエネルギー輸入について、これ面白いんですよ、我々はロシアエネルギーに依存して高い代金を支払う羽目になったとし、同じ失敗を繰り返してはいけない点は周知の事実と述べたと。うん、言い方面白いですね。続いて、中国はどのような道を選ぶのか疑問を持っているとし、中国の選択により欧州が将来中国との経済的相互依存性をどれくらい共にできるか決めるだろうと述べたと。うん、あくまで上からですけどね。欧州が中国と共に進んでいくかどうかは中国次第だということだと。うん、このあたりでも強硬派っていうの分かりますね。うん、これに対して、秦剛部長は過去、西欧、植民主義は世界に大きな苦痛を味わわせたとし、中国は西欧植民主義の古い経路を利用しない考えで、その代わり人類が平和と安定を得る世の中を作るだろうと強調したと。はい、ちょっと苦しくなってますね。やられてます、押されてます。ベアボック外相、ロシアになぜ停戦を要求しないのかと、この件についても突っ込んできたわけですね。ウクライナ戦争をめぐっても、ベアボック外相は遠慮することなく言及した。ベアボック外相、彼は中国の政治的解決、立場文書には、まあ、その文書ですね、侵略者であるロシアに対して停戦を求める内容がないと指摘した。新部長はこれに対して、中国は、衝突に関連した国に武器を提供しておらず、はい、まあ、ロシアには提供しておらずということを言ってるわけですね。放棄により、民軍療養物品の輸出を管理統制していると述べたと。あくまでうちは白だと。新部長は今回の発言は今までロシアに武器を輸出しないという中国最高位級管理の発言だと、米国 AB 通信は報じたと。ベアボック外相は公式席上で中国が最も敏感に感じている人権問題にも言及したと。はい、すごいですこの人。ベアボック外相は記者会見で、中国、市民社会の参加空間が絶えず、縮小されていて、人権が制限を受けている点を懸念していると述べたと。はい、まあ、ウイグルとかのことですね。はい、新部長はこれに対して、世界に人権に対する一つの基準はないとし、中国は西側からの、説教は必要としていないと癇癪混じりの反応を見せたと。うん、もうこれはもう中国の話であって、西側がどうこう言うもんじゃねえと。うん、ドイツ人のあんたが言うことじゃねえよと、これは国内の問題だと、黙っとけということで、癇癪混じりの反応を見せたと。うん、ちょっとイライラとしたんでしょうね。はい、15日の出国前に行われた会談で王毅主任はドイツ統一に言及したと。おお、司会者ですね。王主任は、中国はかつてドイツの統一実現を支持した、ドイツも中国の平和的統一、対応を支持することを希望すると求めた。ベアボック外相はこれに対して、ドイツは台湾問題で中国の重要性と、敏感性を理解して一つの中国政策を、行使すると回答したと、中国外交部は明らかにしたと。台湾、外交部は15日に声明を出し、ベアボック外相が訪中期間に台湾海峡の安全保障に懸念を示したことに対して感謝を表明したと。うん、よくぞ言ってくれたと、ありがとうございましたっていうことを言ってくれたわけですね。はい、ちょっと長くなってしまいましたね、すいません。でちょっとおーちゃんの感想いきたいと思います。はい、それではおーちゃんの感想です。よいしょ。はい、お茶の感想です。珍しくまともなストレートパンチということですね。まあ今、記事ご紹介させていただいたんですけれども、なかなか痛快だったと思います。はい。このドイツの女性外相のベアボックさんの発言がなかなかに痛快ですと。中国との会談ともなれば、先日のフランスのマクロン大統領のように、中国の顔色を伺いながら発言する傾向が強いのですが、ベアボックさんはバッサバッサと切り込んでいくスタイルが見ていてすがすがしかったので紹介させていただきましたということですね。なかなかその外相、まあ外務大臣としてですね、中国に行ってですね、まあまあお招きいただきましてありがとうございますみたいなね、リップサービスなんていうものを一つ二つ、並べるものが大体通例なんですけれども、ほとんど出てこないですね。うん。まあ、中国の政策は支持するよっていうのは、まあ、歩み寄ってるようなんですけれども、でもね、武力は良くねえよというところで、必ず何か添えてくるっていうスタイルの面白かったです。
ロシアとウクライナの情勢について中国のあるべき立場についてピシャリと発言したかと思うと、次に台湾情勢についてまで言及と、中国の内政について深くは追及しないものの武力行使は受け入れがたいと、先に述べたウクライナ情勢における EU の立場と重ねて発言する様はなかなかクレバーだと思いました、はい、ドイツはウクライナを支援しつつもロシアからエネルギー資源を大量に購入しているわけですが、それを言葉巧みに利用しているところは政治家らしいいやらしい詰め方だとも思いましたと、はい、あくまでですねドイツがあの世界各国からそういう目で見られているところはあるわけですよね、いや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 散々ねあのウクライナ支援って言ってるけど、でもロシアにもあんたエネルギー依存してお金送ってんじゃんみたいなところはよくよく言われる話ですよね。なんですけれどもさっきのベアボックスさんは何て言ったか、ロシアに対して高い代金を支払う羽目になったと、仕方なくなんだとこういう言葉に置き換えて話すのはちょっと政治家らしいですね、はい、と代替購入を、購入先さえあればですね、はい、ロシアに依存することはないという言い方ですが、これはだからといって中国がロシアにとって変わるかと言われればノーだとも思いますけどもということですね、はい、まあ、中国にしても、ロシアに変わってですねそれをっていうのは言えないと思います。このあたりが政治家らしいのですが、中国からすればじゃあうちから買えば…点々点とも言い切れないので、無関係な話であっても聞かされなければならない立場というわけでと、はい、うん、もうねその場から離れられないっていう、うんうん、あの不用意なことも言えないっていうね一番苦痛の時間です。ただドイツ越しに EU を相手にしていると意識しなければならない中国としては強く言い返せないのも本音だと思いますと、はい、あくまでですね、ドイツのベアボックさんと話はしてるんです、会談はしてるんですけれども、そのドイツの向こうに EU 諸国があるわけですね、各国があるわけですね、まあ、この前のマクロンさんもフランスで同様なんですけれども、なんですけれども、ベアボックさんはマクロンさんと違ってですね、マクロン大統領と違って言いたいことはちゃんと言うぞと、うん、言って、でじゃあもう言い返してみなさいよと、その代わり私の後ろ EU いるけどねっていうことでちゃんとそれをちらつかせながら、外交してたわけですね。面白いです。人権問題に触れられるとさすがにイライラが募ったのか癇癪混じりだったと書かれていますが、それでもその場で破談にするまで、怒りを表現できないことはベアボックさんから初めから分かっ、ベアボックさんはですね、本人はですね初めから分かっていたと思うので1枚も2枚も上手だったと思いますと、うん、まあそこで切れてごらんなさいよと、できるわけないでしょうということは分かってたと思います。日本の外務大臣がここまで態度に本音を言い合えるのかと、はい、まあ、最後ですけどね、となると否と言わざ、思わざるを得ませんが、日本は、中国の、従属国ではないので当然に主張すべきは主張して、尖閣諸島や台湾情勢についても意見してほしいと思いますと、おーちゃんは思います。ちょっとドイツのベアボックさんが羨ましく思いましたと、はい、まあ、これはねさすがにね、苦笑いですね、はい、まあ、日本もそうあるべきとは思うんですけれども、なかなかそうはなれない、なりきれない、うーん、ちょっと役不足ですよね、はい、でちょっと長くなりました。皆さんのご意見をお伺いしたいと思います。はい、すいません、大変お待たせいたしました、すいませんね。ではでは皆さんの、コメントですねご紹介したいと思います。うん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 マクロンマカロンね、うんうん、マクロン坊ちゃんはあかんわ、うん、うん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 、こういう人もいるんだねと、うん、まあ、確かにね、まあ、ドイツ人って、おちゃんもね、ドイツのことはよく知ってるんですけれども、まあ、気質的なのはよく知ってるんですけど、まあ、確かに男性的な女性も多いんだよね。うん、ものすごく厳格っていうか、もう、真四角、図形で言うと真四角な人間が多いっていうか、うん、丸くないんだよね。言うことは言うみたいな、ぶつかるところぶつかってくるみたいなね、ところで、うん、結構ね、なんだ、そういった意味では強い人種かなと。おーちゃんは感じてますけどね、あんまり一本引かないっていうね、うん、言い続けるっていうところでね、うん、まあフランス人もねちょっとね、そういう傾向はあるんですけど、喧嘩っぱいのはフランス人の方かなと思いますけどね、うん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 、フランスのストライキをそらすための言動か、あ、マクロンね、うん、あれはもうあっちでリップサービスしてますってことで外交してますっていうことをやってたけどね、そもそもが中国へ行く直前にそのストライキとか国内の情勢を収めることができない状態の中外交しちゃったもんだから、外遊しちゃったもんだから、逃げたって言われちゃってるよね、うん、うん、いいぞドイツもっとやれと、うん、悪くないわねと、うん、この方悪くないわねと、うんうんうん、うん、聞いてるか林法政と、そうやっぱねそうなっちゃいますよね、うんうん、これ逆に煽っちゃってない、そう煽っちゃってるんですけど、煽っちゃっていいんですよ、これ。煽るにも別にドイツ対中国って1対1じゃないよね。あくまでドイツ越しの EU を後ろ盾に、
抱えながら喋ってるっていうのを匂わせながら喋るのがうまいなと思いましたね。うん、うん、やはり四国に人権はないんだな。ないな。うん、ドイツが、四国内政干渉まで言及するのは、すごい変化ですねって。四国は終わるかも。うん、まあ多分ね、この人が結構特殊な人なんですよね。ただ、国内ではちょっと、なんだろう、この外相はちょっと癖ありっていうことでは、言われてるらしいですよ。まあちょっとね、このニュースに限っては、このニュースに限っては別に、おせおせでいいなと、おーちゃん思ってるんですけど、国内での評判っていうのはまたちょっといろいろあるので、ちょっと癖ありの人らしいです。はい。うん。その一つの四国っていうのが厄介なんですがね、と。うん。まあね、あれだけ経済力あって世界にね、ちゃんと意見できる台湾っていうのはもう一国でいいと思いますけどね、まあ思いますけどっていう人が大半なんですけど、中国は囲いたいで自分のものにしたいってことなんですよね。うん、簡単に言ってしまえばマクロンさんは今国内内戦状態だもんな、うん、だから帰りたくないぐらいだよね。戻りたくないぐらいだよね、もう。うん、アメリカは一つの C 国という C 国の考えは理解しているという立場で、認めているわけではないのが重要。うん、まあ、それはそれなんでね。うん、まあ、だ言ってることも、そのドイツもね、別に言葉では認めてるとは言ってるんだけども、認めてるからじゃあ台湾のことを許せっていうわけでもないし、うん、ただそれが正しいかどうかっていうのはまた別だよと。あんたがそういうことを言うのはわからんでもないと。別にそれは言うのは勝手よと。だけどそれが正しいか正しくないかっていうことはまたちゃんと考えなきゃいけないんじゃないのっていうことなんですよね。言ってることが正しいとは言ってないので、言ってることは別にそれは聞くと言ってるだけだって、ただ悪いこと言ってる可能性もあるよっていうことを気づけよっていうことを、まあ、遠回しに言ってるだけですね。うん、マクロン、ベアボックスさん、それは言わない約束だったじゃんって。ない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 。うん、マクロンさんはマクロンさんで結構言いたいことばっかり言う人だからね。うん、こういうのが外交だよねって。そう、あくまでね、最後おちゃんもコメントを日本のね、外務大臣の誰とは言いませんけれども今のね、ちょっとね、本当心もとない外務大臣もですね、やっぱり国と国なので、国家と国家なんで、やっぱ対等にお話ししなきゃいけないんですよね。それは相手が大国、土地がでかいとかね、そういうことではなくて、国対国の対話っていうのはあくまでフェアでいいと思うんですよ。うん、対等であるべきだと思うんですよ。それをね、なんかごますってね、うん、なんかスリスリしながらね、お話ししてね、うん、顔色伺ってねお土産持ってってねとか、そういうのはね、ちょっと違うと思うんだよね。うん、もちろんお土産持ってってもいいよ。でも、そのやり方よ。うん。あげて終わりとかね。うん。そらね、エビで鯛を釣るじゃないけどさ、そんなさ、大きいものをね、獲得して帰ってこいとまで言わないよ。うん。そらもう、だって相手だって大きい国なんだからさ。うん。どこにしたってね、ちゃんとした国なんだから。かといって、あげたまんまとかね、あげるあげるあげるみたいなね。うん。うん。ギブ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 、ギブアンドテイクみたいなね、まあビジネスの中によくある言葉ですけど、それは外交と違うからね。うん。そのテイクがね、10倍返しになって帰ってくるとかっていうことを、量的なものが測れて言うならまだしも、そういうものじゃないから、うーんって思いますけどね。うん。日本は特にね、お金配り国家みたいに言われてますけどね、お金配りおじさんみたいな立ち位置ですからね。ドイツにはかなり、懐疑的になってるが、こういうところは日本の外相より、レベルは上だなと。うん。まあ確かに今回のベアボックさんっていうのは、得意な人なんですよ。かなり特殊です、この人は。なんですけど、あるべき姿っていうのはこれでいいと思うんですよね。うん。で、中国にしても、やれね、じゃあ拘束して、もうドイツに返しませんよとか、そういうなんか、武力で訴えるみたいなね、うん、お前もうこの国出られると思うなよみたいな、脅し、うん、ドス聞かせるみたいな、ね、そういうところじゃない、うん。あくまで、クレバーにやり取りをするっていうのがうまかったかなと思いますね。これはもう、このニュース記事から、まあ、この外交から学ぶことっていうのは多いんじゃないかなと思いますね。うん。まあ、これからね、中国と交渉しようっていう国々は、このベアボックスさんのこの交渉っていうのは、一回見てもいいんじゃないかなと思いますけどね。うん、お茶はそう思います。うん、マクロン、リン・ホウセイ、よく聞いとけよ。マクロンはもう聞かねえな。うん、四国の経済はどうなんだろう。うん、まあ、四国の経済って言っても、なんて言うんだろうな、話題に上げやすい話題と上げにくい話題とあるんですよ。ちょっとね、言葉でストレートに分かりやすく言えてなくて申し訳ないんですけど、ね、なんて言ったらいいんだろう、見えてる経済と見えない経済とあって、多分皆さんに見えてる、まあ、おーちゃんとかにも見えてる経済っていうものと、見えてない、国家の中で動いてるお金っていうのがあって、それまで考えると、多分誰も何とも言えなくなっちゃうんじゃないかな。うん。だからまともに考えたら、だってまともな国じゃないからね。
まずまともな国じゃないのは皆さんもうご存知じゃないですか、 C 国っていうものがね、うん、じゃあまともに経済が回るわけないじゃない、まともな国じゃないんだから無理なんだよ、うん、なんだけど回っちゃってるっていうのは別のからくりがあるわけですよね、裏金なんていう可愛いもんじゃないわけですよ、うん、まあそれはちょっとまた別の時間に話しましょう、はい、うん、林にはできないなって、うんうん、あドイツ語4年間も履修したよ悔しい、おじゃもです、うん、きちっと日本としての意見が言えない、媚び中の日本悲しいですね、これぐらい言える日本人いないですねと、そう日本で言えば麻生閣下ぐらいなのような人かなと、うん、まあ似てるテイストで言うとそうかもしれないですね、うん、うん、マクロンならアクロンね、それね、アクロンならケイト・アライにも懐かしい CM やった、うん、ありがとうございます、すいませんちょっと長くなっちゃいましたけど、はい、皆さんコメントお寄せいただきましてありがとうございました。まあ今回はですね、ドイツの、外相ということでベアボックさんご紹介させていただいたんですけれども、まあ、ベアボックさんがどうこうすごいっていうことよりやっぱりここから学ぶべきことっていうのは多いかなと思いました、皆さんもですねドイツのこの外相すげえなと、もうどんどんやっちゃえと言ったら言ったらというところあったと思います。ただですね本来あの日本の、林外務大臣にしてもですね、これぐらい言えて当たり前なんですよ、国と国で、国家を代表ですからね、国の代表ですからね、で政治家ですからね、日本国民の代表ですからね、であればやっぱり引くとかですね誰も期待してないわけですよ日本人ね。なんですけどそれを勝手に引いてしまう、うん、自分の感覚で政治してしまう、ちょっとそういう政治家が今多すぎるかなと思います。あくまで代表っていうことでもうね恩義を捧げるじゃないですけれども、自分がどうなってもねこれは国民の総意だということで言うこと言って帰ってくる、うん、ぐらいのちょっと気概がないとちょっと任せられないなと思いますね、はい、今ちょうどねあの統一地方選挙やっておりますけれども、皆さんもねちょっとそういうところ、まあ、姿勢とかね県政とかになるかもしれませんけれども、鑑みてですね政治家選んでいただければと思います、はい、というわけでご視聴いただきましてありがとうございました。こちらの、ライブ収録ですね、毎週月曜日と水曜日夜10時半頃からお送りしております。お時間合いましたらぜひこういったリアルタイムに参加いただきましてコメントをお寄せいただけますと幸いです。一緒にライブを盛り上げていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。また教えて経済ホッチポッチメンバーシップのサービスも提供しております。こちらの動画の下にですねメンバーになるのボタンがありますのでクリックいただきまして、レベル1レベル2レベル3と各レベル別のメニュー確認いただきまして、レベル1からですねご参加いただけますとこういったオリジナルのスタンプも使いますし、メンバー限定のライブコンテンツ、ご利用ご視聴いただけますのでぜひご検討のほどよろしくお願いいたします。はい、というわけでおつおつおつありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。また見てねー。